はい、ポッドレトロゲームチャンネル、今日はですね、電車に乗ってやっていきたいと思います。なんか短いやつ。カタピラの辻。出発進行。ここから来たの白梅町。難易度が1でね、運転時間10分っていう。あまりポイント取れそうもない。ポイント取れない。500以上、まあ取れればいいけど。お待たせしました。はい。整理券をお取りください。はい、お取りください。お待たせしました。この電車は北の白梅町行きです。お降りの際は押しボタンでお知らせの上、前のドアからお降りください。運賃、乗車券は運賃箱においで願います。次は時は時はです。This train is bound for 北の白梅町。制限解除。制限解除。踏切よし。今収録している時間は2021年6月28日月曜日16時6分ですね。はですね、常に番です。常に踏切よし。よくわかる。場内進行。野球やってる人だったらね、常に野球盤で遊んでる人ってね、そんな人はいませんか。野球盤も今なんか 3D の野球盤とかあるらしいですからね。時代は変わりましたね。 3D の野球盤って、まあ、聞いたことあるんですけどね、ちょっと遊んだことがない。視点変える、運転席視点って、ね、まあこういう感じで10キロで行きまして、高校が多いから高校が多いです。9 8 7 6 5 4 3 2。はい、早いか。まあこんぐらい、あ、大丈夫だね。
達成する踏切よし。どう踏切じゃん。ちょっとした吊り橋じゃないけど、なんだろう、吊り橋があるとこって行ったことない。まあ吊り橋渡ったことない。あ、レールが3本になった。レールが3本って言ったらやっぱりね、あの電車で号通の秋田新幹線小町です。はい、高尾口に止まります。あ、いい音ですね。トントンって。今の音はいいですね。まあこんな感じで。大丈夫。出るから分かるけど全然見えない。ここでやってみよう。踏切よし。あ、はい、パワー
寺院、東寺院です。場内進行。The next station is Kitano Hakubaicho. This is the final station. Thank you. Thank you. Smikiri Yoshi. 124 meters. 場内進行。はい、進行。青の信号見えないもん。信号がどこにあるかまでわかんなくて、右の信号のナビゲートなんか全然わかんない。見切りよし。まあこのペースで行けば大丈夫でしょう。満点じゃない？これノーミスですから。おうおう、素晴らしい運転。あれ違ったの？あー、さっきそうだ、あー、やっぱレバーか、うん、最初の人行きと、お疲れ様でした。レバー片方しか押してなかったんで、それで評判下がっちゃった。
電車でGO！旅情編。